てか広っ、めちゃめちゃ広い、めっちゃ広いぞ。おー、ナイスキャー。お、あ、ほんまや、とてもいい雰囲気です。はい、というわけでおはようございます。おはようございます。ちかちゃん、はい、今日はのこさん、カフェが併設されている失礼練習場ができたということをお聞きしたので、はい、そこに、ちかちゃんが、連絡をいただいたよ。はい、DM をいただきまして、はい、今日のこさんを呼び出して、はい、させていただきました。で、自分も呼び出された。自分も呼び出されたライコム、ベースカフェさん。カフェすごくない？はい、もう見た感じ、ちょっとね、これ、あの、今広角にするけど、なんかアメリカにいるみたいな。アメリカに来ちゃったみたいな。アメリカ来ちゃったみたいな。いや、本当ね、すごいよこれは。でも聞くところによると、7月からオープンなのかな。7月オープンしたって聞きました。そうそうだよね。僕一人ちょっと呼び出してますんで。はい、今日はここのね、ライコムベースカフェさんで、一緒に、練習をしながら、そして終わったら、カフェでまったりしましょう。はい、よし、じゃあ早速なんか行きましょうか。よろしくお願いします。はい、よろしく。よろしく。このリュック背負って、このなんか。なんかアメリカにそう迷い込んだ小学生みたいな、なんか誰が小学生やここに何なんかいろいろありまして、ウェルカム西海岸をイメージしたおしゃれなカフェ、なんかニューヨークメッツっぽいな、ちょっとな、うん、ね、ぽいね、メニューめっちゃ種類豊富、やばすごい、プレートもありますよ。まあまあまあ、でもね、中入ってみると分かんないで ね、 でね、はい、じゃあちょっと行きましょうか。入りましょう、はい、どうぞ。これはなんかすごいぞ、ウコさんが呼び出した方。てか広っ、めっちゃ広い、めっちゃ広いぞ。中に一人でなんか、はい、ちょっと一人でなんか戯れてる人がいますね。元千葉ロッテマリーンズの原修くんです。はい、よろしくお願いします。多分初めてよね。初めましてです。知ってる？もちろん。向こうずチャンネルでね、はい、あの、何度も出てくれてるんだけど、年齢は今年25歳。はい、合ってる。25歳に見えんけど。で、ちかちゃんも 20? 今年25歳です。いや、だよね、はい、あの、同級生ということで、今日はちかちゃんに変化球を伝授してもらおうかなと思っておりますんで、今日は一日よろしくお願いします。すまんな、今日呼び出して全然ありがとうね、今日、はい、あの、ちかちゃんが来るとか言ってなかったけど。あ、全然。ちかちゃん知ってる？あ、知ってます。なんか、あの、罰剣女子です。あ、そうそう、あれ、今日狂犬 OL、 狂犬 OL やから。オッケー。ちょっと待って、この施設すごいな。甘すぎますよ。なんじゃこりゃ。もうぜひ2回見に行ってほしい。いや、これやばい。え、もう何、もう2回行ったの？2回行きましょう。えぐい。えぐいっす。雰囲気ただ漏れっす。うわ、雰囲気しかない。今日は楽しんでいきましょう。はい、お願いします。よろしいですか？ちょっと今日はですね、あの、カメラマンが一人もいなかったので、向こうが一人二役やりますんで。オッケー、お願いします。よし、じゃあ主君にいろいろ教えてもらおう。はい。で、ちなみに聞くところによると、ここなんか、あれもラプソードもある疑惑が。疑惑が。シュートあれやな、ラプソードあるよな。なんか打撃と、あの、ピッチングのラプソードあるらしい。え、打撃もあるんですか？そう、らしい。すごい。どうですか？これめっちゃ可愛くないですか？これやばい。これやばい。これ、ディオベースボール TV の方が作ってくれました。後ろ向いて、後ろ向いて。そっちにもディオって書いてますんで。ぜひ、あの、欲しい方はディオさんに DM してください。お願いします。お願いします。これ、チカちゃんは今日なんか、キレキレじゃない？いいね。ちょっとじゃあラプソード準備するか。はい、はい、というわけで、ラプソードを持ってきていただいた、はい、社員の鈴木さん、はい、はい、よろしくお願いします。今回、ちかちゃんに連絡をくださったのが、はい、連絡くださったのが鈴木さん、はい、あ、そうなんですね、はい、なんか、あの、動画で見てくれたんですね。そうですね、ちょっと DM とかいろいろインスタ見ながら、はい、ちょっと、うわ、嬉しいね。試合球とかにも広めたいなっていうのもあって。あ、そうそうそうですよね。ちょっとね、見た感じまだカフェの方行けてないんですけど、ちょっとすごいっすね。ありがとうございます。このね、広さとね、天井の高さとで、ラプソード搭載、そしてなんかマシーンもめっちゃあるっていう。ちょっと今日、あの、いろいろこのライコンブースカフェさんの、あの、堪能させていただきますので、今日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっとちかちゃん、せっかくなんでね、はい、これを使ってまずはストレートから投げて、まあ、スピン量が どれだけ、あの、上がるかっていう、はい、シュークにいろいろ教えてもらって、ね、その後変化球いきましょうか。はい、じゃまずはまっすぐ、はい、いきましょう。よろしくお願いします。よし、気合入れていこう。数値化されちゃうとちょっと い, ね、いや、大丈夫大丈夫大丈夫。いつも通りでいいよ。はい、よし、何キロ出したい？100は出したいです。100は出したいよな、さすがにな。
はい、というわけで今からですね、シカちゃんのピッチングデータ丸裸にしていきたいと思います。よろしくお願いします。94キロ。多分ちょっとコースに入ってないんで今回転数の方が出てないんですけど。今の何キロですか？今96キロで1580回して。一回取っていいですか？96キロで。回転数どれだっけ？あ、これか。1580回転。なんかしたの？今。あの、こっちにいる時ってこっち側が開放感で出るじゃないですか。うん、ないんで。うん。でもこっち側に人がいることによってちょっと窮屈になるんですよ。うん、確かに。窮屈になることによってあのボールの軌道を変えることができるんですよ。こう前にこう。こういうちゃんと捻転ができるようになるんですよ。はいはいはい、はい、やってあのボールの軌道を変えることができる。その魔法をかけたんですね。いや今めっちゃ良かったよ。じゃあちょっともう一球行くよ。回転数が一番最高です。この回転っていいんですか？この回転が回転数の割に球速が落ちてる原因。確かにカットボール、カットボール、ね、回転がカットボールみたいな。ほんまや、やっぱまっすぐじゃないんだ。近々してましたよね。あのスライダーしてる、はい、そうなんです。てかやっぱね、女の子に多い特徴やな、はい、こちらが出るとこっち、うんうんうん、こう、うん、こっち。あれ回転もったいないですよね、鈴木さん。鈴木さんも野球はずっとされてたんですか？そうです、高校までは。あ、高校まで。で、今会社の草野球で。あ、じゃあもうこれラプソードもじゃあもう結構もう常連で。はい。あの、週間あれだ、回転効率が 57.4%。 だからあの 100% 力がボールに伝わってないっていう。ああ。あと 40% ぐらいロスあるから、これをまっすぐできたら、はい、もっと5キロぐらい上がる。全然上がる。気がする。全然上がるし、速い球に見えるっす。確か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 。これ回転効率ですね。回転効率悪すぎませんか？でもあの新彩香ちゃんもこれが 30% とかやった。全部スライダー。大丈夫です。やばい、わかった。意識するとやっぱ抜けちゃうんですよ、この回転の。お、スライダーした。ちょっと曲がってきた。 こうじゃなくて、うん、近い位置からこう、うん、回転効率 99% す。すごい。そんなことあります？え、全然変わった。ジャイロの角度、さっきマイナス55ぐらいやったのに。やっぱ意識で。でもストライクいないと。うん、今の速くない？でもチェンジアップなんですよ。うん、ストレート投げられないんや。抜けちゃってるってこと？抜けてますね。でも私90代なんですね。ねえ、100いってると思ってたよね。え、いってないと思いました。あ、そうだ、はい、こんないってると思わなかったです。自分的に速い。足を上げて前に出すことに、前に出すっていうかこっちから押されてる感じですよ。寄って体って絶対後ろに反れないんですよ。うんうんうん。足を上げて前に出すことによって、おぉ、うわ、ほんまや。 95% が、うん、ほんまや。すごい。僕実を言うと今3クォーターなんで、ちょっとこう投げ方が、回転の軸も変わってきちゃうと思うんですけど、一番楽なのは一回右足のかかとを上げる。ラストでいく。ラスト、ラスト。おーい、
向こう女子メンバー自分が今どういう状況かっていうのがやっぱ分かってない状態で野球やってたんで、はい、こうやってやっぱ数値化するのは大事ですね。大事ですね。おお、ナイス。スライダーっぽいですか。カーブは縦の意識から縦に投げる。おお、うわすごっ、何やこの回転。これね、多分超悪いカーブです。僕の中で今ので、はい、カーブ。おー、僕はね、基本縦の回転の意識だ。あ、これやってたな、なんかシュウ君な。あー、なるほど。回転ってちょっと縦になってますよね。はい、あ、ほんまや、なるほど。ほらほら、できる。回転縦になってます。確かにちょっとスラっぽいよね。あー、はいはいはい。多い。今のめちゃめちゃいいから。今のめっちゃいい。なんか自分でエグいって言ってなかった。チェンジアップになるんです。確かに確かに。こうやってね、人っていうのは上手くなっていきますので、はい、あのちかちゃんまた成長しようね。はい、頑張りたいです。なんかここはバッティングラプソードもあるらしいんで、はい、おー、ごめんなさい。多いよ。とてもいい雰囲気です。でそこに美女と野獣が海外に来てるような感じで、1箇所ずつ扇風機がついてる。素晴らしいですね。でっか、めっちゃ重りですね。これがおすすめらしいよね、ちかちゃん。なんだっけこれ、ガーリックシリンズ。えぐい。でライコンベースの6月のドリンク、チーズバーガー。これチーズバーガーちょっとボリューミーすぎませんか。このハンバーガー全部ボリューミーなものになってます。なんかシェフの方はもうなんかすごいですね、おしゃれですね。そうですね。いやいいね、室内練習場終わって、しっかりと飯も食えて。いただきます。これ夜までやってるんですか。そうですね。まだ9時まで。すっごい。時間がちょうどね。マジか。それじゃあいただきます。食いな。ガーリックチーズやばいよ。マジで。エビちゃんの頭まで食えるし。エビちゃん。ちなみにあの全部あのガーリック。ね、全部ガリック最高です。背回りが汚れてる。水バーガー超うまいですよ、これ。いいやばい。最高っす。嫌なこと全部忘れられる。どうですか。えぐいです。ボリューミーすぎる。フルーツ。これでもフルーツですよ、だって。え、それフルーツ。やばいな。えぐい。こんなに人生でフルーツ食うことないでしょ。ないです。一生分食べてますよ。